では午後の部を始めます。皆様ご苦労様です。午後もよろしくお付き合いください。私の、担当のところは統合データベースプロジェクトで開発しているさまざまな検索を実際に使っていただくというそういう機会を設けさせてもらおうと思って説明させていただきたいと思います。ちょっと最初に検索の、検索にまつわる世の中の話をして、その後に私たちの開発した検索の説明をさせていただこうかなと思っています。で、私たちが抱えている課題、要するに膨大なデータと、あとそのデータを搭載したデータベース、あとそのデータベースやデータを使うツール、ものすごくたくさんあるわけです。だけど、ほとんどは使われているものは限られてたり、なかなかウェットの研究の方には敷居が高かったりするんですけれども、今こういういろんな研究、装置があって、いろんな道具があって、いろんなことできる時代なので、できればそういうバラバラなものをより使い勝手を良くして、皆さんがウェットの方が使えるような窓口になろうというような気持ちでおります。で、解析のツールやデータベースといっても、単にそれだけを使うのではなく、文献の情報ですとか、企業の方ですと、実際は自分の開発のターゲットがどうなのかという、その特許のこととか、もういろんな情報を合わせて総合的に判断したいというようなことがよくあると思います。普通国内の大学とかバイオインフォマティクスの研究所というと、なかなか自分のその研究所の得意分野だったり担ってる役割だとかがあって、文献もやります、遺伝子もやります、タンパク質もやりますっていうわけにはいかないんですけども、例えばアメリカの NCBI なんかを見ると、やはりそれをうまく全部やることによって、使う人にいろんな恩恵をもたらしていると思いますので、日本でもそういうような役割を担えるようになろうと。あと、ここに書いたんですけれども、これから皆さんは多分自分が出されたデータをいろいろ解釈して、あとそれで、成果を出したりするんですけれども、その時に、データベースをお作りになったり、作ってみたいなということがあると思います。だけど実際にはなかなかサーバーがないだとか、データベースのウェブサイトを作る、技術がないか、お金がないか、あと維持管理ができないかというようなことがあると思うんですけれども、そういう方の役にも立っていけないかなというふうに考えています。要するに今いろんなデータベースがあるんです。毎年1月に出るニュークレイクアシズリサーチのデータベースイシューで、大体リストがあるんですけれども、そこに1000ぐらいデータベースが載ってて、私たちの調べでは、その1000をもうちょっとこう細かくしたり、広げて論文になってないものをも、探し出すと1万ぐらい世界にデータベースあるんじゃないかと言われてるんですけれども、それらは本当に玉石混交で、なかなか役立つかどうかわからない。だけど、自分の研究にはすごいピンポイントで使えるんじゃないかというようなのがあると思います。午前中の黒川さんの話で、これからそのもういろんなゲノムが読まれるようになると、自分の研究に自分のやってる生物のすぐ隣の生物が、もしかしたら昨日ゲノムが解読されちゃったかもしれない、そういうようなことがあって、ぜひデータを解釈というか自分の研究にも使いたいんだけれども、それはもうものすごい量のデータで、こんなに技術が進歩してるのに、そのハードディスクを手で持ち運んで解析しないといけないというような問題があります。で、皆さんはウェットの方はウェットの実験とともに、一番大事なのが文献を読むことだと思うんですけれども、文献も今何でももうネットで全文取れるようになってますけれども、扱いきれないという意味では、そういう科学分子的なデータと同じぐらい問題があると思います。で、こういうのを聞かれた方もいるかもしれないし、いろんな言い方があるんですけれども、情報爆発時代と呼んでいます。このグラフ、いろんな形で出るんですけれども、
この、まあ、有史以来っていうんですけど、人間が物を書いたりして何かに最初はパピルスペーパーなんかだったのかもしれませんけど、そういう文字を書き出してから2000年ぐらいまでの増加量はもうほんと知れてたんです。でも2000年以降になって、この有史以来の全部書いた文字を足してもそれの何倍っていうのは1年間の間に生産されるようになってしまって、それがもう2011年になると、これここがテラバイトぐらいまでは普段お聞きになるでしょうか。これはエグザバイトで、これは知りません。ゼータバイトかなっていうぐらい、ものすごい電子的なものですけれども、文書の爆発時代になっています。そのようなものの中から必要なものを探し出すっていうのは、もう現代人がそのまあ生きていく上で、特に研究では情報検索の能力が非常に必須になっていると思います。その情報検索なんですけれども、基本的にはこのような仕組みで、検索が行われています。もうこれ非常に簡単に書いてるんですけれども、先ほどのような何百万もある、論文の中から自分の欲しいものを探すときに1枚1枚めくっていくわけにはいきません。また、図書館みたいに、まあ、一定整理されていますよね。分類があってあいうえお順って、でもそういうのも、まあ、多分無理だろうということで、こういう形でまずドキュメントを、この文章を、データを加工して、インデクシング、索引付けというのをします。でこれは典型的な、展示行列の索引付けの、表を簡略化して書いてあるんですけれども、例えばヒトゲノムには約2万の遺伝子が存在しますっていう文章を、このように分かち書きをしたりして、ヒトとゲノムと遺伝子に分ける。で次の文章、マウスゲノムには約2万の、遺伝子が存在しますだったら、これもこういうふうに分けて、このヒトっていう言葉がどの文章にあるか、ゲノムっていう言葉はどの文章にあるか、遺伝子っていうのはどの文章にあるかっていうのを、こういうのを、コンピューターにあらかじめ作っておいて、もしこの人間がここに、人と、ゲノムっていう問い合わせをした時に文章1番が答えとして返されるようにというような、仕組みになってて、今検索サーチエンジンと呼ばれるような仕組みは、こういう文章を集めて加工する部分、そして、探索に便利なようなインデックスを作成する部分、そして、ユーザーからの問い合わせに答えて答えを返すインターフェースを持った部分で、ここにある検索プログラムというのがそこで走るということが大体中心です。でこれは主にまず普段皆さんネットの検索されてるんで、なんとなく分かると思うんですけれども、実は配列検索も、その情報学的にはいろいろ同じようなアルゴリズムをアプライしてやっていて、まあ、こういう配列の中から、ポリエシグナルを見つけるといった時に、頭から順番に探していくのか、それとも何かこれを区切りのいいようにして、それをなんか数値データにして、別の検索をするのかというような、検索手法アルゴリズムの問題は、実は配列検索も同じで、もし初めてこういうことを勉強する方は、まあ、ここにある、JST のウェブラーニングプラザに動画 の, 教材などがあるので、見ていただければいいかなと思います。で、今説明したように、とにかくサーチエンジンというのは、たくさんの情報の中から検索する人にとって役に立つ情報を見つけるシステムであると。でそれには大きく分けて2つのタイプがあります。1つは、ディレクトリー型と呼ばれているもので、最近ヤフーって皆さんどう使われてますかね。私はニュースとかテレビ番組とか見てるんですけれども、昔最初にヤフーができた頃って、そのここの検索の窓で検索するっていうよりは、分類が割と最初のところにあって、なんかそこありますかね今でも。あ、そうですね、こんな風にあらかだいたい自分の欲しそうな探してるものの、札がついてるところに行って、またそれをクリックしてというような、これをディレクトリー型と言います。
昔のヤフーと書いたんですが、最近ヤフーは検索のエンジンが良くなったのでここを使う人はほとんどじゃないかなと。あとこういうディレクトリー型に私たちのプロジェクトで、作っております統合データベースのデータベースカタログっていうのもあると思います。これは、さっきその世界中に1000も1万もあるっていうデータベースをここの あのディレクトリー分類で探せるようになっています。例えば対象が DNA の多系のデータベースを示しなさいと、これは要するにキーワードを入力しなくても自分がはっきり知ってれば探せるタイプですね。でこういうものにも、簡単な検索はついてるんですけれども、大体はそこここはそんなに凝った検索がついてないのが、ほとんどになっています。で今主流なのがこのロボット型という検索です。これはもうあのヤフーもそうなんですけれども、もう Google もそうで、今日後半に紹介する私たちの横断検索も、そのようなものになっています。で、そのような分類になっているんですけれども、サーチエンジンもまあ大体私たちが生命科学の関係の人がまあ使うっていうと、まあ、ヤフーはどうでしょう、あの普通の普段の個人的なことに使う人多いでしょうか。国内シェアはナンバーワンです。で、国内シェア、このヤフーの国内シェア2008年の9月は 51% で、 Google が 39% で、まだやっぱり日本は、ヤフーが多いと言われてたんですが、実はこれがそろそろあの逆転して、あの日本でも Google 使う人が増えて、あの多くなったんじゃないかと最近言われています。でその Google なんですけれども、検索といえばこれというぐらいで、まあ、欧米ではヨーロッパの方では もちろん8割9割とか、アメリカでもそうだと思うんですが、シェアナンバーワンの、検索エンジンです。で、パブメドはその生命科学の、まあ、皆さんがまあほとんど毎日ぐらいもしかしたら見るかもしれない文献検索ですし、アントレという、NCBI の、これは統合検索プラットフォームということになります。これは、要するにあのいろんなデータベースを合わせて一気に検索するということで、これが今ですね、この箱にですね、実はこういう呪文を書きますと、アントレのデータベースの中の、レコード数が出ます。文献は、1859万文献ありますね。で拡散は7508万文献と、要するにもうこれだけ あのデータを一気に検索する、素晴らしく高性能な、しかも全世界の人が使う統合検索プラットフォームだと言えます。そして、私たちのやっている横断検索、これは、ここにその日本のデータベースなんてさすがに載せるわけにいかないんで、国内は国内で、良いものを作りましょうということです。でその他いろいろ用途に合わせて使いこなす、検索を今から紹介します。ちょっとそれは、生命科学関係ないのもあるんですが、トピックスとしてもしあのよかったらやってみてくださいと、まずこれなんですけれども、これはあの情報学研究所の方で開発しております、連想検索そうイマジンというやつです。イマジンブックマップドットインフォです。これ情報学研究所っていうところが、神保町っていう、古本屋さんの近くにあるんで、なんかこう本に関連が深いということで、これの特徴はですね、こんな風に、まあ、自然文で、例えば伝統的な正月行事で新春を祝うみたいな風に、入れると、割と近い、キーワードで入れるよりも割と近い答えが返ってくるという、仕組みになっています。このなんで連想検索っていうかというと、単にその文章にキーワードが含まれているっていうのだけではなくて、キーワード同士の関係が強い弱いというのをこの検索エンジンでは、計算して、例えば1位になったこの検索で出てきた1位になったのの似た本を探してくださいとかいうような用途に使っています。ですのでこれ開発されている先生としては、Google みたいな検索、見つかったらいいっていう検索というよりも、本屋さんで本を探してて偶然なんか近くの、
棚にあったものが面白かったとか、まあ、そういうようなのにも使えるというような、ものです、本好きの方は、ぜひ使ってみてください。で、次はクラスターメッドっていうのなんですけど、これの特徴はパブメドでも何でも今これだけ探す対象数が多いと、最初のページに自分の欲しいものがなかったりするじゃないですか。そこをその専門分野ごととか、その似たものをこれも集めてヒットしたものを分類した分類結果が出るんですね。だから、このヒットのところをこれ例えばスニップってやると、スニップでも病気に関係するものみたいに出ます。ですので、自分で、この1行ずつの結果を自分の頭で再構成しなくても、こっちの分類のカテゴリーを使えば、まあ、より検索結果が分かりやすくなるだろうというようなものです。でこれも情報、そういう検索の、研究的には中のテキストの中の、用語を、いろんな形でに関連性をとって、そしてこのドキュメントのがどれぐらい似てるかっていうのをとって、その中に出てる用語はどの、分野に品質してるかっていうことで、それを分類してというような、いろんなことをやっています。こういう形ですね。ですので、どっちかというと このクラスターメッドの場合はこっちを見るという感じですかね。スニップでもキャンサー、ダイアビーズ、糖尿病ですね、ディスオーダー、コピーナンバーのスニップストレインとかいうふうに、こっちにもうこっちの結果を分類してくれますので、便利じゃないかなと思います。で多分ものすごくよく知ってるキーワードや分野については使わないで済むのかもしれませんけれども、ちょっと隣の研究室的なことを見たいときはこういうことが役に立ちますね。自分でまたキーワードを入れないで済むわけです。で、これもウェットの研究している人には使いやすいかもしれませんが、 iHOPE といって、これもそのパブメドの中のいろんなタンパク名だとか、遺伝子名もタンパク名も、まあ、ちょっと後でちょっと見せますけども似たようなものなんですが、それらの、関連性を、こういうふうに計算してネットワークを作って、より自分の、知りたい分子に関連する文献を表示できるようになっています。で、この iHOPE の検索結果の中に、まあ、いろんなボタンがあるので見てみてください。まあ、こういう感じが、もうこの何年か流行りが続いているという感じですね。で、これはまた、生命科学から離れます。今までは情報の中から有用なというか、自分のその、まあ、それこそレポートに書きたいような答えを持ってるドキュメントを探すエンジンだったんですが、このサグールというのはちょっと面白くてですね、世の中の、ブログとか流行ってますから、そこでディープでマニアな人だけが見るような情報がなるべく上に来るようにできています。ですから、普通の検索エンジンのヒットの順番と全然違うような順に出るっていうのがこのサグールのアルゴリズムの特徴で、こういう国産の面白いエンジンを、開発している会社があります。これは若い人たちでやっている会社で、今一番レコメンデーションエンジン、後でちょっと出しますが、それの、開発が得意な会社で、こういう面白い検索も、あります。でこれはどうでしょう、最近 Google を人名で検索するとこれ出てくるんですけど、知ってますかね皆さん。知ってる人、あ、もうほとんど知ってますね。スパイってちょっとスパイとかけてるんだと思うんですけども、もともとはこれれっきとした産総研とか人工知能学会とかいうところがセマンティックウェブ技術を使って開発したサービスです。何かというと、要するに論文 のリファレンスありますよね。あれってあるオーサーがどういう
他の論文にリファレンスを貼ったかということで、いろんな解析ができると思うんですけれども、それをあのウェブサイトにある情報を使って、人と人とのつながりを全く本人の許可なく勝手に作るやつです。ですので、これあの不用意に自分の名前を検索すると、このスパイシーさんにもしかしたら、あ、こういう名前があるんかということで登録されるんちゃうかという噂になってますけれども、で、あと写真も、ウェブサイトにもし自分の写真が名前付きであると、こんな風にあの出ちゃうんです。つまりそういうそのウェブの中にある情報を使って、こういうネットワークを作るというようなわけです。だからですから、大学の先生みたいにいっぱいウェブにそういう関連情報が載ってる人のネットワークは作りやすくなっています。で、まあ、要するにいろんな検索があるんですけれども、今私たちが持っている問題というのは、もうとにかくたくさんの爆発したデータですね。 PubMed 1859、 ジェンバンク7500万、で日本のブログ数は世界一と言われてて、1690万ブログあって、記事総数13億あると言います。でこの中に役に立つのは3割ぐらいで、残りはなんかスパムとか言われてるような、何のなんか情報もないけどキーワードだけ埋め込んでますというようなのもあって、そんなんが混ざってるところからなんか有用な情報を探さなあかんという問題があるわけです。で Google がこんなんをひっくるめて今 何ページを処理しているかというのですが、去年の秋ぐらいに Google の処理対象 URL が1兆ページを突破したと、いうことが発表されています。つまり Google は世界中の1兆ページの情報を日集めて、しかもさっき の, あのスパイシーじゃないですけど、そのページとページの関係をいつも計算しているというすごいことをやってるんですね。でこういう時にあの情報爆発だったりロングテールだったりっていうのがキーワードになります。であと私たち日本人にとっては、いろんな言葉の問題があります。後で少し説明しますが、日本語はこんなようにその単語と単語の区切りが、まあ、私たちは見て分かりますけれども、機械にとってはなかなか分からないあのようなことがあります。あと同音異義語ですね。例えば WBC はなんだ、王座決定戦ということは、野球と、あとなんだ、ボクシングもあるのか。であと生命科学だったホワイトブラッドセルをこう書く人もいるかもしれないんですし、DNA は一般的には私たちは研究でこの名前を使いますけれども、ブログで誰々の DNA みたいな、そういう使い方も、されたりします。そういう問題も検索にはあるわけです。でたくさんのページがある中から情報を探す、そんな必要はあるのかっていうことなんですが、それはこのロングテール現象というので、一つ最近パラダイムシフトというわけではないけど、その法則行動原理を変えたみたいなあれですね、これはどういうことかというと、聞かれた方もあると思いますが、昔はパレートの法則っていうのがその経済ではあの中心になってて、例えばコンビニエンスストアで売れる、売上の 80% は上位20個ぐらいの、例えば100個あったら上位20個の商品によってこの8割の売上が占めてたっていうんですね。ですから例えばマーケティングするにしても、この上位20個にターゲットを絞って、売れないやつなんて端っこの棚の方に置いときゃいいっていうのがあの原則だったんです。しかし、今みたいに何でも検索して探せる時代になると、これが実は逆転しちゃいまして、売上のほとんどはこのなかなかあの人にポピュラーな人気があるものよりも、たまに探されるようないろんなバラエティのものが、ここをロングテールと呼んでるんですけど、残り 80% の方からあの価値が生み出される。これは要するに、まあ、検索とかそういう技術 の, あの 勝利というか、すごい良かった点です。そのロングテールは単に検索するだけではうまくいかなかったと思うんですが、さっきちょっと言ったレコメンデーション、推薦システムっていうのがそれに一役を買っていると思います。アマゾンで検索をして、調べた時、例えばこのバイオデータベースとウェブツールの手取り足取り活用法、これと合わせてこういう本も買うのどうですかとか、この商品を買った人はこんな商品も買ってますって言われて、ついついポチッとこっちを一緒に買ってしまうと、まあ、そういうようなこともあって、検索できるようになって、さらに、他の購買意欲もかきたてるというようになっています。で
そういう、やり方の他に、今これまあ、かなり学問的にずっと何年か前からやられてることなんですけれども、普段私たちが例えば原稿用紙とかワードに書いた文章にどうやって人がアクセスしやすくなるような機械が、この文章は生命科学の文章ですよっていうのを分かりやすくなるかということで、その文章に意味を持たせたいというような考え方があります。で、それは例えば単に論文書くときに初めに何々イントロなんとか、マテメソなんとかっていう、まあ、そういう区切りも、ここはイントロの部分ですよ、ここはマテメソの部分ですよっていうことが分かりますけれども、それをさらに世界中でいろんな形式で、標準化した形でやっていこうというような、ことです。そういうのを、セマンティックウェブといって、いろんなそのためのいろんな技術だったり取り決めが、行われています。で、もともとはその XML などのこれはどういう部分ですよっていうのがある、そのファイル形式を標準化しましょうというのもあったんですけれども、それがどんどんこう、洗練されてきまして、 RDF というメタデータ、つまりその文章に対する意味付け、文章のデータのデータの付け方というのが非常に重要になってきています。で、そのデータにデータを付けたものをオントロジーで解釈してやることによって、機械でもその文章がどういうことを書いているのかというのが分かるというようになっているわけです。で、例えばその RDF の形式で書いたものを持ってきている、これは RSS という RDF 形式のサイトサマリーという、こういう決まりきった形で意味をつけられたものだからこそ、いろんな配信ができるというのの典型ですね。で、ここに、チャンネルという、共通のしきたりで書かれたのがあります。まずこのウェブサイトのタイトルは何ですか、タイトルというタグで囲んであります。そして URL は何ですか、リンクというところで囲んであります。で、その、更新の日付が、ここに書かれていて、これはライツっていうのは、著作権は誰にありますか、ディスクリプション、このサイトの内容の説明ですね。で、このような書き方、で個々の記事についてはこちらにあるんですけれども、上とほとんど一緒でリンクで、こちらにはクリエイターというのがあって、こっちも日付があって、ディスクリプション、1月7日より、学会用紙検索で生物物理学科の学会用紙が検索するようになりました。こういう、方式にのっとって書けば、まあ、ここが日本語なんであれなんですが、世界中の人がものを、その文章の、内容を全部読んで何か理解したくても、分かるようになるというようなことになっていて、今、まあ、ブログを皆さんもし書くと裏でもうこういうのが、自動的についています。これは自分で書かなくても、最近のブログやいろんなシステムではもうこれが自動で配信されるようになっているので、できるだけ例えばブログの項目とか作成者とか、あと目的とかそういうのがあったとしたら、割と分かりやすく書いておくといいのかもしれません。で、その検索の問題でちょっと日本語のことを言おうと思ったんですが、これはもうささっといきます。まあ、ご存知のように、例えば裏庭には鶏がいるっていうのは、コンピューターがこれを見たって、裏庭には鶏がいるっていうのを、この庭のとこなんて絶対教えてあげないと解釈できないわけですね。で、それを例えばもし鶏っていう辞書と裏庭っていう辞書、こういうのを頼りにこれを分解するとどうなるかというようなのを、形態素解析と言います。日本語の文章を検索するには必ずこういうステップを取るか、それとももうこういう単語を無視して単純に2語ずつ区切っていったものを入れるか、どっちかなんですけれども、それはケースバイケースで、いろいろ選ばれているところです。あと、それを合わせて使ったような、検索エンジンもあります。あと、また日本語で難しいのは、表記揺れっていうのがあります。データベースの中を例えば桜の名所で
検索したときに、桜ができれば同時に全部検索してくれるといいんですけれども、こういうのはこれ桜っていうのはこれですよというような辞書っていうか、そういう指示をコンピューターに与えてあげないといけないので、なかなか大変です。こういう一般的なのはいいんですけれども、専門分野のにもこういうことあるじゃないですか。そういうのはなかなか整備が遅れていて、私たちは今そういうのにも取り組んでいるんですけれども、今のような問題を解決するために、例えば解剖学の辞書ですとかタンパク名の辞書ですとか、そういうのを作っています。で、辞書っていうと、さっき の桜の例とこれ一緒なんですけども、スイスプロットっていうタンパクのデータベースではこれで、 NCBI の遺伝子のデータベースではこれで、日本でやられてるゲノムネットワークプロジェクトではこれで、他のではこれで、またこういう名前で呼んでる人もいますよっていうのを、実は、統合センターでは遺伝子名シソーラス辞書といって、こういうものを作っています。こういうものがあれば、皆さんの知ってる、例えば、こういう P125 っていう名前を知ってて、これを検索した時にこういう名前でも検索するし、こういう ID でも検索するという、賢い検索ができるような下準備をしているところです。これまだなかなかシステムにちゃんと使い切れてないんですけれども、このようなことをやっています。で、さっきのような辞書ができると、こんな風に日本語の文章の中に出てくるのをセマンティックウェブ的に、この結晶板凝集っていうのは生物学的プロセスの名前ですよ、血管内皮細胞は、解剖学の名前ですよということで、これも、より賢い検索ができるようにこのようなことをやっています。で、そのようなアルゴリズムやプログラムや、あと辞書をすごく賢くしていって、検索って進歩しているわけなんですけれども、そうではない集合値っていう考え方で、いろんなそのネットのものを使っていこうというのが数年前から出てきた、ソーシャルブックマークとか使ってる人います？意外と少ないですね。その生命科学の研究者でこれを熱心にやってる人がそんなに人数いないかもしれないんですけれども、日夜いろんな情報が出てくる中で、こういうソーシャル、みんなでブックマークしましょうというところを見ると、あ、なんかここにこの1位のウェブサイトについては、なんか552人もこれをブックマークしたぞっていうことで、検索しなくても、何か機械的に重要ですよって言われなくても、あ、なんか人気があるみたいということで、これが、分かるんですね。ですので、自分が探せる以上 のことが、このソーシャルブックマークによって、探すことができます。要するに、普通なんか自分のエクスプローラーとかファイアフォックスのブックマークって、ちょっと人に見したくないなみたいな気持ちあるかもしれませんが、それを例えばある研究の分野に絞ってとか、ある興味の分野に絞ってとかいうふうに、こういうソーシャルブックマークサイトを使ってやると、自分のブックマークと似たブックマークをつける人が自分の知らない何かをやってる時があるので、すごく便利です。で、ソーシャルブックマークと、さらにそのブックマークをした人の意図ですね、そのブックマークが面白くてブックマークしたのか、それともけなすつもりでブックマークしたのかっていうのがあるんですけれども、これは12月27日に私たちのプロジェクト のブログで書いた記事なんですけれども、天皇陛下の論文が出たのをご存知でしょうか。これは先ほど見せたこのハテナブックマークって、これ日本のソーシャルブックマークの老舗なんですけれども、ここで86人のブックマークがついたんですね。つまり最初5、6人がこの、論文に検索で行き着いて、普通ならそれで終わっちゃうところだったんですが、人がこのブックマークを使えたおかげで、どん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 アクセスが上がって、過去最高 のアクセスを記録しました。さらにこんな風に、星をつけるっていう仕組みがあるんですけれども、それでこの内容はなかなかインフォーマティブだよっていうことも示されるということで、そういう人の輪というか、人の集合値ですねを使った
ようなことが検索と合わせて行うことで、より私たちの情報収集活動を助けているという例です。で最後になりますが、ちょっと統合ホームページを表示させて、できればブックマークしていただくと後々便利かなと思うので、lifesciencedb.jp でを打つか、何か検索エンジンで LSDB と検索したら上に出てくると思います。で、そのメニューのうちのこの検索の DB 検索の一番上がで生命科学データベース横断検索というのがあるのを今から紹介します。で、これは統合データベースプロジェクトができて、そこから作ったやつなんですけれども、文子や文献を Google 型のキーワード検索で一括して検索できるようにしようという、まあ、非常に単純な考えのもとにやってます。で、使ってるエンジンもオープンソースっていう、誰が、それを勝手に改変して使ってもいいというようなプログラムを使ってやっています。これも先ほどの最初の検索エンジンの、説明通り、データを集めるところがあって、インデックスを作るところがあって、検索する部分があるという、そういう作りになっています。で、メタデータなんですけれども、残念ながら、世の中の、生命科学のデータベースのメタデータは共通して付けられていません。ですので、私たちはハイパーエストレイヤーという検索エンジンを横断検索というのに使ってるんですけれども、それについてこのようなメタデータ URI とタイトルとテキストと、あと属性というのはアクセションって書いてますけれども、その遺伝子の番号だったり、そういうのを、それぞれのデータベースに合わせて解析してメタデータをつけるようにしています。であんまり統一されていないというのはこういうことな、まあ、統一されているような統一されていないようなのですが、まあ、こういう形でデータベースもまともなやつはまあ大体こういうふうにタグで区切られてて、そういうことがあるので、ここから GID を取りましょうと、でここがディフィニッションなのでここを取りましょうというようなことを、やれます。でもこういうのは少ないです。で今これ夏頃やって作ったスライドなんですけれども、その時30データベースで、今年度末に200データベース一気に検索できるようにいたします。これは糖尿病と入れてますけれども、いろんな検索結果が出ます。はっきり言ってこの検索結果が示されるところはどんな順番でどれが有用やと思って出てきてるのか、ちょっと分かりにくいところはあるかもしれませんが、ちょっとこの構造をお知らせしますと、ここに検索キーワード入力部分があって、この右上の真ん中の箱はそのあなたのキーワードがを持った遺伝子名に当たったところの箱がここに出ています。でその下が検索結果です。で、こっちがその検索結果のカテゴリーによる分類です。これはさっきのクラスターメッドビビジモと違って、単純にデータベースの属性によって、手動で分けたもので、リアルタイムでこれを分類して分けてるわけではありません。で、ここを押すとその自分の見たいドキュメントが見れるんですけれども、ここがそのすごい検索結果多いですよね。ですので自分の見たいデータベースだけ絞り込みましょうという時は、この左の小さい箱の例えば文献のこの矢印を、下矢印をクリックしてください。そうすると例えばタンパク質拡散酵素っていうのが出たりしますので、それをまた押してもらうと、タンパク質拡散酵素の結果だけになります。で、タンパク質拡散酵素、皆さん読まれてると思うんですけれども、これは共立出版さんの大変なご協力のもと、やっぱりバックナンバーで今もう電子的に読めないと、せっかく日本の研究者の財産みたいな文章がもう埋もれてしまうと、そのまま死んでいってしまうということで、今回ご協力いただいて検索に入れています。でもちょっとまだいろいろその出版社さんも不安なことがあるので、印刷はできないようになってるんですけれども、印刷できるようにしても別に悪いことが起こらないなということが分かれば、これからどんどんそういうところも使えるものになっていくと思います。もう一つちょっと他の、
NCBI と違うのは、この特許が同じように検索がかかります。ここに特許ってあるんですけれども、今、5年分ですね、平成16年から去年までの、5年分の、特許が検索できます。例えば DNA 診断とか言って検索するとか、もう今さっき皆さんが持っておられる検索結果のとこを見ると特許の文章が検索できます。意外と先生方頑張って特許出してるなとか思いますけど、特許の文章ってやっぱりさすがに独特というか、これを読んで研究に役立つかどうかちょっと分かりませんけれども、一度こういうものを見ていただいてはいかがでしょうかと思います。そして他のデータベースだったり遺伝子名だとかとこういうふうにこう、総合してこう表示したりするということで、今まで気づかなかった何か気づきというか、そういうものがあればいいなと思って作っています。でこれはちょっとあれなんですけれども、KEGっていうパスウェイについてインフォーマティブ なんかこう図を表示したりできる、もちろん皆さんご存知のやつがあるんですけれども、私たちの検索ではKEGっていくとなかなか目的のところに行きにくい構造になっていると私は思うんですけれども、私たちの検索は一発でこの図が出るようになってますので、ぜひお使いになって見てください。さ左のカテゴリーの、基本 DB かな、どっかその辺に、ございます。これはですね、統合プロジェクトの京都大学が作っている医薬品化合物の検索のサイトです。これはさっきの LSDB のトップページの関連機関というところのリンクにこれがあります。ここでは、この JAPIC 医療用医薬薬品データベースとかいうところで検索していただきますと、このようにいろんな、市販とかの薬とそれとその分子のデータベースの、リンクが貼られていて、なおかつその医薬品の説明の文章が読めるというようなサービスがあります。先ほどの LSDB のトップページの分担機関三角機関のところにリンクがあります。で、糖鎖の研究されている人いますか？そうするとですね、ここに今国内で作られている糖鎖関連のデータベースが集められております。これも統合 DB プロジェクトの参加されている産総研の糖細工学研究センターが中心になってやっているものです。ここでは JCGGDB と日本の統合で糖鎖データベースということで、いろんなデータ、糖鎖に関するデータベースが、糖鎖や糖タンパクのデータベースが検索できます。というように、日本にも世界にもさまざまな検索がありますけれども、私たちは皆さんが、よりその Google や他の検索経由でなく見つけたい情報に簡単に、アクセスできるような検索を作るよう、努力しております。できれば皆さんのご意見がいろいろこういうサービスをさらに良くしていくと思いますので、いろいろ、お問い合わせとかサポート窓口にご意見いただけるといいなと思います。以上です。ありがとうございました。